はい、皆さんこんにちは、宮内です。今日はですね、嵐の新曲ロータスを紹介したいと思います。相葉雅紀さん主演のドラマバーテンダーの主題歌です。はい、こちらが通常版、こっちが初回限定版ですね。DVD にはプロモーションビデオが収録されております。ドラマもね、非常に面白いんですけどね、このロータスって曲も非常に深い、いい曲ですね。で、ロータスっていう言葉は実はすごい僕が好きな言葉で、まあ、ハスの花っていう意味なんですけど、僕のね、ダンスボーカルグループのライネスという言葉の中にもロータスっていう言葉が実は含まれておりまして、はい、とてもなんか、ちょっとね、今回の嵐の曲はちょっと親近感が湧くタイトルでございます。ちなみにでもこのロータスという言葉は曲の歌詞には全く出てきませんね。ハスという言葉、ハスの花っていう言葉もなんか全然出てきませんね。はい。で、まあその話は置いておいて、5月にちょっと僕らライネスがね出演するイベントがあるんですけど、まあそちらの方でこのロータスという曲をね披露なんとかしてみようというふうに今目論んでいるところです。それではまたねー。